青いクセナ中央常葉大学近くにあるレトロな喫茶店そよ風さん。自然に囲まれた外観からまさに老舗喫茶な落ち着いた雰囲気の店内で喫茶らしいメニューを楽しめます。豊富なスパゲッティとピラフを中心に肉料理の定食や焼きそばなど和洋揃っているのがレトロ喫茶らしいラインナップですね。ドリンクもかなり豊富でスイーツ系やフレッシュジュースも網羅。デザートも和洋揃ってパフェやケーキセットもお手頃価格です。今回のお目当てはカツカレー。カレーに沈んだカツはしっかり大きく、ライスもこんもり、サラダもついたボリューミーな一皿。3日間じっくり煮込んだような濃厚な味わい。野菜と牛すじの旨味がぎゅっと閉じ込められており、非常にコク深く、スパイスも中辛程度に程よく効いた飽きのこない美味しさです。カリサク食感がしっかり残るとんかつ、香ばしい衣に肉質は柔らかくもプリッとした噛み応えで豚の旨味を満喫。カレーとももちろん相性抜群の一品でした。スパゲッティもボリューミー。シンプルな見た目のミートソースは麺自体が油で炒められた独特な香ばしさ。デミグラスのように少し苦味があり、ハンバーグを砕いたような肉肉しさで旨味たっぷりなソースがよく絡みます。喫茶らしいホワイトソースのピラフ、海鮮など具沢山な香ばしいピラフに昔ながらのクリーミーなソースが相性抜群。甘すぎず油くどさもない仕上がりで、こちらも飽きずに美味しくいただけます。スパゲッティとピラフはお得なサラダ、コーヒーセットも。食後にぴったりな香りと苦味もしっかりある一杯でした。レトロ喫茶らしい料理を学生も満足なボリュームでいただける穴場店、ぜひお試しください。